今日のテーマはブーメランです。ブーメランといえば このように投げると戻ってくるのがブーメランだと思っていませんか。実はブーメランはもともとまっすぐ飛んで獲物にぶつける武器だったんです。それがこちら、カイリーとも呼ばれています。投げてみましょう。まっすぐ飛びましたよね。スタジオでは飛ばす距離が出せないので外で飛ばしてきました。行きます。どんな原理でブーメランがまっすぐ遠くまで飛ぶのでしょうか。ブーメランを見てみると下が平らになっているのに対して上が曲線になっていて翼の形になっています。これが浮き上がる力、揚力を生み出しています。さらに回転させることでジャイロ効果が生まれ姿勢が安定します。これはフライングディスクと同じ原理。このような理由でブーメランはまっすぐ遠くへ飛ぶのです。ブーメランといえば曲がった形が特徴ですが、この形にも理由があります。試しにまっすぐの板を投げてみましょう。まっすぐな板だと飛んでる間に裏返ってこんな回転をして遠くまで飛びません。ブーメランは曲がっていることで回転が安定し遠くまで飛んでいくことができるんです。記録では180センチの巨大なブーメランも存在したそうです。実際に飛ぶのでしょうか。試してきました。明日のあなたがエネルギーで幸せになりますように。合言葉はハッピーエネ。